ジョセフ・アラン・ジョー・ガーナーは、イングランドブラックバーン出身のプロサッカー選手。APOEL FC 所属。ポジションは FW。地元クラブのブラックバーン・ローバーズ FC でキャリアをスタート。ユース時代から将来を期待されていたが、当時のトップチームには、ポール・ギャラガー、クレイグ・ベラミー、ベネディクト・マッカーシー、ロケ・サンタクルズら同ポジションの実力者が多く在籍しており、レギュラー争いに割って入ることはできなかった。2007年1月19日、出場機会を求めカーライルユナイテッド FC にシーズン終了までの契約でレンタル移籍。2007年8月10日、カーライルが移籍金14万ポンドを支払い完全移籍で獲得。2008年7月25日、104万ポンドでノッティンガムフォレスト FC に移籍。コリン・カルダーウッド監督の下ではレギュラーで起用されていたが、12月26日のドンカスター・ローバーズ FC 戦後に監督が解任され、ビリー・デイビス新監督が就任すると一転して、序列を下げた。2010年7月21日、ハダースフィールドタウン FC に6ヶ月の契約で、レンタル移籍。2011年1月5日に、一旦ノッティンガムに復帰し、1月31日に、今度はスカンソープユナイテッド FC にシーズン終了までの契約でレンタル移籍。2011年8月31日、ワトフォード FC に完全移籍。移籍金は推定20万ポンド。2012年9月18日、出場機会を求め古巣カーライルにレンタル移籍。2013年1月8日、フットボールリーグ1のプレストンノースエンド FC と18ヶ月間の契約を結んだ。2013年12月20日、契約を2015年夏まで延長。2014年1月14日の FA カップ、イップスウィッチタウン FC 戦では、途中出場からのハットトリック達成という離れ技をやってのけた。2013から14シーズンは、チームトップ。得点ランク7位の18ゴールをマークした。翌2014から15シーズンも2015年3月14日のクルーアレクサンドラ FC 戦で4ゴールをマークするなど、好調を維持。最終的にスコアを26ゴールまで伸ばし、得点王に輝いた。チームはレギュラーシーズンを3位で終え、昇格プレーオフに回った。プレーオフでは、チェスターフィールド FC とスウィンドンタウン FC を下し、チャンピオンシップ昇格を果たした。シーズン終了後には、リーグ1の年間ベスト11と年間最優秀選手に選ばれた。2015年6月16日、新たに3年契約を結んだ。2016年8月20日、スコティッシュプレミアシップのレンジャーズ FC に移籍。移籍金は180万ポンド。移籍当初はチームへの適用に苦しみ、レギュラーでの起用をメディアに疑問視されることもあった。2016年12月中旬以降は、以前の力強いプレーを取り戻したが、12月31日の試合で肩を脱臼し、離脱を余儀なくされた。当初は、戦列復帰まで3ヶ月を要すると見られていたが、驚異的な回復力で2月上旬に復帰した。2017年3月4日のスコティッシュカップ。ハミルトンアカデミカル FC 戦で移籍後初、ハットトリック。2017年6月16日、チャンピオンシップのイップスウィッチタウン FC に移籍。移籍金は100万ポンド。2018年8月9日、ウィガンアスレティック FC に2年契約で移籍した。2020年末に、クラブとの双方合意に基づき契約を解除した。2021年1月、キプロスのAPOEL FC と1年半の契約を締結した。U-16 から U-19 までのイングランド代表歴があり、UEFA U-19 欧州選手権2006予選などに参加した。ありがとうございます。